はい、今はですね、これは携帯で撮ってます、なんとなんとようやくですね、一時川が治ります。一時川っていうのは水道のことを言ってますね。でちなみにこれが蛇口の今の水圧ですね。ちなみにこれマックスです。これ以上開かないんで、これちょっとね弱いんですよ。もっとこうドワーって出るんだけど、まあこれに悩まされてきたわけですよね、ずっと。んで、まあこれを出しっぱなしにしましょうか。で出しっぱなしにして、ちょっとここ出しましょうか。今これは、はい、超弱い、超弱いこれ。はい、そうするとどんな感じになるかって言ったら、まあこんな感じになるんですよ。なんで、今ね、ソドゴモリプレイスはプレオープンしたんですが、まあ、この水圧の弱さがネックで、まあ、戻ってもこんななんで、ちょっとそれがどうなのっていう感じですね。でこれをこれがね、今シャワー浴びてたりすると、実はあのシャワーのお湯の量ガタッと落ちますね。なので、それだよね。でそれってね、今年のまあやっぱりね、あごめん、まあさすがにね、入居してくれた人には悪いんで、まあそんなに強いプッシュをして今募集を始めたんだけど、募集をしてはいないんですよ。やっぱ不便なんで、シャワー浴びてる最中に誰かがトイレで流しようもんだったらガタって落ちるんだわ。それってどうなのっていう話なんだな。はい、っていうのでちょっと今外行きましょうか。まあこの水の弱さっていうものに終止符が打たれます明日。はい、はい。そして今日はですね、プレカットをやりました。水道屋さん来て、はい、でこれ地面はぐって、まああそこ、これが止水線なんだけれども、まあここまでに通じているものがあって、まあそれを剥がすらしいよね。剥がすっていうか、一応引き込んでるメインの水道管があって、メインの水道管からまあこっち自分の家のこの涼水系に引き込んでるものがあるんだけれども、それがどうやら詰まっているということなので、まあそれを引き直して行こうかなという感じですね。そうですね。あ、ちょっと写真撮ってくるわ。はい。でまあ昨日の動画、まあ前編の動画は昨日ので、今はいその翌日です。さあ水の勢いどうでしょうね。まあ、これマックスですね。はい、まあ、これぐらい水の勢い変わってます。でこれ水圧は4キロ出てるそうです。でもまあね、くどくね、さっき役場の人来たけど、まあ一応詰まってるっちゃ詰まってるって言われた。うん、でもね、そこあなた方が言わなくていいからって余計な世話だよね。うん、はい、な感じで一時側が詰まってないことによって、まあかなり水圧は変わりましたね。で何がでかいかって言ったら、トイレ流して、トイレにタンクに水が入ったとしても、シャワーの水圧が落ちないということです。でまだ悩みがあって、まあ水圧上がったことによって、また逆流始まったという感じです。で今はネジをちょうどのいいところまで締めて、逆流をしてない感じになりますね。はい、これがですね、同調水圧弁の排水になります。でここからずっとチョロチョロ落としてたんで、はい、まあなかなかでしたね。いやー今年はね、なんか今若い人風に言うとね、学びですよ。自己成長とか学びっす。まあそれが多かったっす。多すぎた。授業料120万以上払ったぞ、水道屋に騙されて。そう、まあでもね、あれを自力で直したおかげで27万を浮かすことできました。
あれ27万の仕事なんだなとか思いましたね。まあ、これまたすごいことっすよ。はい、ってなわけで、まあ現状こんな感じなんで、まあもう近々ね、リフォームというか、それなりにね、部屋もちょっとこういうところをすっきりさせた上で、まあやってきますわ、ルームツアーで。あと台風が行ってからだね、あのこのオーニング立てるのはちょっと今風強いから。でオーニング立てようにもちょっとね、立てかけるところはちょっと屋根のあそこら辺、梁の部分、梁じゃねえや、なんていうか忘れちゃった、まあ、あそこ弱いんで、まあ、どうしようかなっていう感じです。はい、まあ、こんな感じでやっていきます。はい、おはようございます。まあこれの、まあ、これは水道関連の動画なんですけど、で水道に関しては昨日治りました。で、まあ、それに関しての愚痴を一つ言いましょうか。でこれに関しては今年の4月から、まあ、改善してもらった時に発覚をしたことです。で、まあ、その時にね、なんでかわかんないけれども、まあ役場の人に回線をしてもらうんだけどさ、その時からなんかね、ストレスを感じてるわけよ。で、なんでかって言ったら、まあ、空き家だった時代が長いから、水道が詰まってるっていうことは言われてたんだけども、別にどの程度詰まってるかなんてさ、そんなのはわからないし、で、そもそも、工側ね、役場側ね、っていうのは、こう、水道系があったとして、こっちが道路側だったとしたら、水道のメーターよりこっち側なんだよね。それが あっちの責任だし、こっちから家側っていうのは俺の責任なわけよな。当たり前だけど。で、別にさ、あっちがさ、持つべきでもなく、持てもしない責任の部分をさ、ぐじぐじ言われてきて、すげえ腹立ってたんだけど、で、特に何が腹立ったかっつったら、その4月の時点でどうにかしてよっていうのは言ったのよ。実際に家の中の水圧見てもらって、これどうなのっていうので、じゃあ一時側を見てみますかっていうので一時側を見てもらったわけ。うん、でも別にそこ一時側だけ見ればよかった話だしさ。で、特に一番というよりかは二番目かな、腹が立ってるっていうのは、あれだわ、4月にそれが一時側が弱いっていうのも分かったわけじゃん。でさ、業者手配をしてくれればよかったわけじゃん。で、なんかね、ああだこうだ、雪が溶けた4月はなんか今忙しいみたいなこと言ってさ、電話すらしなかったし、まあ別に今年もね、フルオープンするつもりはあの時はね、なかったので、まあいいんだよ。まあ10月くらいまでなんとかしてくれればいいよ、つってさ。それはそれで終わったのさ。で、その後リフォームが進んで、ああ、これは不等震度出てないから、フルオープンできねえや。っていうことは分かったから、それはそれでいいのさ。まあ、あんまり良くないけど。で、先々週かな、どうも、もうそろそろ、まあ、出稼ぎに行って、水も止めようかなって時に、ふと思って、あれ ?4 月の頭になんか業者呼んで、どうにかするみたいなこと言ってたけどな、っていうのを、思い出してさ、あとね、PayPay支払いに変えたくて、そのことも聞いたんだよね、合わせて。で、その時にさ、まあ、存じ上げませんとか言われてさ、いや、知るけよって話で。ね。で、なんか、その4月に来てくれた人が、今出てるからっていうんで、また後でこっち来るっていうので電話切ったんだけどさ。で、いざ来てみて、第一声がさ、あれ島田さんまだいたのでしょ?何まだいたのって。ね。こっちだって住民税一括で払ってんだからさ。で、それプラス水道の使用料金払ってんだからいるに決まってんじゃん。ね。多分忘れてたんだろうね。そこまで舐められたことっていうのはないわな。まあそんな感じのね、嫌なこともありましたし。うん。まあ別にいいんだよ。詰まったら詰まったでどうにかすればいいんだから。
ね、水道管を掘り起こしてジャンプさせたっていいしさ。で、あとはね、不等深度ってこれ出てないのっていうのは聞いたんだわ。で、そしたら不等深度って別になんか曖昧になってるんだって。水道、役場の水道課曰く。いや、でもさ、埋設するなんか法律とかだから、それうやむやにしちゃダメじゃねえみたいなことは、チクッとは言ったけど、まあ、とぼけたわな。まあ、こんだけはいいっぽいけど、いや、でもね、東北6県の、においては、確かに40センチぐらいだよね。北海道は確か50センチだから60センチの、すごい深いところに埋めなくちゃダメらしいね。極寒冷地だから。だからまあそこら辺の違いはあれど、まあ、水道管に関しては、まあこれで決着がついたんで、まああとはこれが、あれだわ。フルオープンはできないなっていう感じですね。で、あとは、水道管詰まってる詰まってるって言ったけどさ、じゃあ実際どれくらい詰まってるのかお前掘って、ね、水道管の中を切ってみて見たのかっていう話だからさ、知るかって話だよね、そんなの。俺だってもう見れないもん。なんでさ、見たこともそんなことさ、考えもしないやつにそんなこと言われるのって話でしょ。ね。だからそんな感じで嫌なことはありましたとさ、はい。まあ、こんな感じです。うん。まあ、こんな感じで、外ごもりプレイスの水道管、ようやく決着ですね。長かった。3年間長かった。まあ、こんな感じで、空き家のボロ屋リフォームってやってます。はい。これが現実であり、リアルですね。まあ、リアルと現実は同じだけど。はい。まあ、これからちょっと下見行ってきます。まあ、青森に行きますね。はい。まあ、トンボ帰りです。じゃあ、こんな感じで、終わります。